あなたに。今チケットを握りしめて待ってくれているあなたに。まだまだ不安な日々が続いていますね。我々も同じ気持ちです。そんな中で先月2年ぶりの再開となったツアーの初日、埼玉県羽生でのコンサートでは再会の感動に包まれながら大きな力をもらいました。この後のこれから予定されている各地の会場においても、政府の方針に従って客席を半分以下の人数にし、関わる人間は全員検査をして、そして会場においても主催者の皆さんの万全の対策が取られた形で予定通りステージに立つつもりでいます。歌に包まれる喜び、歌を届ける喜びという原点を胸に歌いたいと思います。笑顔で再会できることを願ってベストを尽くしていきましょう。